メカはメカニズムまたはメカニカルを略した日本で生まれた用語。日本では機械とほぼ同義に使われることもあるが、海外では人間が登場して操縦するロボットなど空想的機械装置の総称として認識されている。以下、後者の意味のメカについて解説する。メカはアニメや SF など空想的または未来的要素のあるジャンルの作品で、 よく登場する。二足歩行で腕と手があるものが多く、指もあって、物をつかめるようになっているのが一般的である。人間と形が似ているメカは格闘技的な動きと剣術ができ、戦車や航空機には不可能な人間のような動きもできる。多くのフィクションにおいてメカは戦闘機械とされている。走行戦闘車両に無限軌道や車輪の代わりに足をつけたものと言える。 日本の漫画、機動警察、パトレイバーやアメリカのミニチュアゲーム、バトルテックなどでは、工事用、警察用、消防用など民間用とのメカも描かれている。SF の世界設定によってはメカを主な戦闘手段とし、対立は時にメカ同士の決闘で決することがある。他の設定では、メカは軍事力の一部であり、戦闘にあたっては、戦車、戦闘機、 不評などと連携する。メッカは戦車の装甲の厚さとか力を備え、同時に不評のように様々な地形で活動できる優れたデバイスとして理論的優位性があると強調されることが多い。また、アーマードコアシリーズのようにメッカが人間のように様々な武器を手で扱えることから汎用の軍備とされている場合もある。パワードスーツとメッカの境界は曖昧である。メッカは登場する。 もの、パワードスーツは着用するものという定義もある。パイロットが座って操縦できるコックピットがあるような大きさのものは一般にメカと言える。ファンタジーでメカが登場することはめったにないが、聖戦士ダンバイン、天空のエスカフローネ、メイズ爆熱時空などの作品がある。宇宙戦争フランス語番の挿絵に描かれた火星人の戦闘機械。 ジュール・ベルヌの1880年の小説、蒸気の家では、蒸気で動き、人間が登場して操縦する機械の像が描かれている。H.G. ウェルズの1898年の小説、宇宙戦争では、火星人が使用する三本足の戦闘機械が描かれている。ロバート・イハインラインが1959年に連載した、スターシップ・ソルジャーは後に、 宇宙の戦士として出版されたが、その中で兵士が外骨格型のパワードスーツを着用している。その後メカは日本の漫画やアニメで発展する。人間がコックピットに登場して操縦する大型のメカという携帯の起源は長い号のマジンガー Z で1972年に登場した。メカという語は日本語であり、英語のメカニカル、または メカニズムの略語である。日本では自動車、銃、コンピュータなどの機械装置全般をメカと呼ぶことがある。そういう意味ではバブルガムクライシスに登場する人間型ロボット、ブーマもブレードランナーのレプリカントもサイボーグもメカであり、実世界の産業用ロボットも自動車もトースターもメカである。日本では獅子のある乗り物を特にロボットまたは 巨大ロボットと呼んで他の機械装置特別する。英語圏でメカという語が認知されるきっかけとなったのはロボテックというアニメである。これは日本のアニメ3作品を再編集したもので、それ以来西洋でメカといえば人間が登場するロボットかパワードスーツを指すようになった。例外として映画 AI では人間を表すオーガ、またはオーガニックスのタイ語として ヒューマノイド型ロボットをメカまたはマッケニックルズと呼んでいる。また英語圏の感覚ではアイアンマンのアーマーはパワードスーツの一種だがメカとは呼ばない。メカと呼ばれるパワードスーツはもっと大きくかさばるものであり装着者の四肢がスーツの四肢に達しない場合もある。英語圏ではメカの代わりにメックという語を使うことが多い。メックは バトルテックシリーズで生まれた用語である。映画におけるメカとしては、スターウォーズシリーズに登場する ATAT AT や ATST などの地上兵器が有名である。ロボジョックスは、米国発の実写リアルロボット作品と呼ばれており、人間を模した巨大ロボットが登場する。ジェームズ・キャメロン監督の映画、エイリアン2では、パワーローダーというパワードスーツとメカを接中したような、 作業機械が登場した。キャメロンが2009年に制作した映画アバターでは前述のパワーローダーを発展させたような AMP スーツと呼ばれるメカが兵器として利用されている。ウォシャウスキー指定の映画マトリックスレボリューションズでは登場人物たちが APU と呼ばれるメカに乗り込んで敵のロボット兵器であるセンチネルズを迎撃する。ニール・ブロムカンプ監督の 第9地区ではクライマックスにおいて主人公がエイリアンの作ったとされるメカに乗り込み戦闘を繰り広げる。日本映画においてはガンヘッドがメカを扱った作品としては有名である。メカゴジラも有名なメカの一つである。2013年に公開されたキレルモデルトロ監督のパシフィックリムでは敵生命体。 怪獣を迎撃すべく人類がイエーガーと呼ばれる巨大ロボットに乗り込み戦闘を行う。かつての怪獣映画やロボットアニメへのオマージュが見受けられる作品である。ストライクスーツゼロメカはコンピュータゲームにもよく登場する。バトルテックの世界設定を使ったコンピュータゲームシリーズが早くから登場した。ヘビーギア2では地上と 宇宙空間でのリアルな操縦システムを追求している。アーマードコアシリーズでは工業化されカスタマイズ可能なメカによるテンポの良いアクションが楽しめる。競合する作品としてフロントミッションシリーズが存在するがこちらはシミュレーション RPG でありゲームシステム面や世界観においては趣向を意にする。メタルギアシリーズにはメタルギアと呼ばれる二足歩行戦車が登場する。 移動核発射装置としての側面を持ち、あらゆる場所から核ミサイルを撃てる究極の兵器というのが元々のコンセプトであったがシリーズを経ていくにつれて対メタルギアや不評部隊支援など用途の違いにより様々なバリエーションが生まれている。どの作品、機種においてもメタルギアの二足で歩行するという特徴は一貫している。 例外も存在するが、他のメカアクションゲームと違い、メタルギアはプロトタイプが一機もしくは少数のみ生産されており、物語のクライマックスにボスとして登場するというシチュエーションが多い。ミニチュアゲームのウォーハンマー4万でもメカ的な兵器が登場する。バトルフィールド2142ではメカも登場するが、同時に不評、戦車、装甲兵員輸送車なども登場し、 それらが統合的に運用され戦場で活躍している。リアルタイムストラテジーゲームのコマンドコンカーシリーズの一作、レッドアラート3では、エンパイア・オブ・ライジングさんが様々なメカを兵器として投入する。別の RTS ゲームである、スタークラフトにも、コリアテというメカが登場する。スプリームコマンダーでは、プレイヤーが、アームアードコマンドユニットと呼ばれるメカを操縦する。 日本のロボットアニメは、海外では、メカアニメと呼ばれ、メカすなわちロボットが必ず登場する。最小でも3メートル弱以上の大きさで、様々な武器を装備し、多くの場合、ガングメーカーと連携している。ガンダムシリーズが良い例で、バンダイがガンダムシリーズに登場するメカのガングやプラモデルを多数発売している。中には500メートルもの巨大なロボットもある。メカは、 そのストーリーや設定によって様々な大きさとされる。戦車とそれほど違わない大きさのもの、数階建ての建物程度の大きさのもの、超高層建築物ほどの大きさのものなどがある。中には一つの都市に匹敵する人口の人々が中に住むメカ、惑星サイズのメカ、銀河系サイズのメカもある。宇宙そのものに匹敵する大きさであることを匂わせるものもある。 このジャンルは1956年、横山光輝の漫画、鉄人28号から始まった。ただし、鉄人28号は、人間が登場する形態ではなく、リモコンで外部から操縦するロボットだった。その後間もなく長い号が、さらに空想的要素を強めたメカを作品に登場させた。マジンガー Z は、世界で初めて成功を収めた。 スーパーロボットアニメシリーズであり、同時に主人公が登場して操縦するロボットというジャンルおよび主人公が武器の名を叫ぶことで武器が発動するという様式を決定づける先駆者となった。また、同時に超合金などの大カスト玩具が生まれ、アメリカでは将軍ウォリアーズとして発売された。ロボットアニメや漫画のストーリーやアニメの品質は玉石混行であり、 子供向けから大人の干渉に耐えるものまで様々なものがある。メカの中には変形するものや合体するものがある。これらの元祖も長い号のゲッターロボーとされている。ロボットアニメはアニメのジャンルとして古くからあるが21世紀になっても多数の作品が制作されている。スーパーロボット系ではゲッターロボやマジンカイザーの OVA 作品や1975年の 勇者、ライディンをリメイクした、レーディエンなどのリバイバル作品、リアルロボット系では、機動戦士ガンダム WO、マクロスフロンティア、コードギアス反逆のルルーシュ、バスカッシュ、ライドバックなどがある。また、リアルロボットの要素を若干取り入れた、スーパーロボットアニメとして、ヒロイックエイジや、天元突破グレンラガムがある。メカの中には、完全に機械だけで構成されないものもある。 特に、パイロットとのインターフェースに、生物的要素を使ったり、それ自体が一部生態となっているものもある。例えば、新世紀エヴァンゲリオン、公共紙偏、エウレカセブン、ゾイドなどである。独自設定のメカ玩具として、バイオニクル、レゴエクフホースなどがある。メカ的な乗り物のプロトタイプが、少数ながら、実際に制作されている。今のところ、 大量生産された例はない。西洋ではメカを実際に制作した例は少ない。ジョン・ディアの子会社ティンバー・ジャックは六本足で歩行式を伐採する機械を制作している。ありがとうございます。